そして当たり前の話だけれど、絵は1日2日で描けるものではなく、1週間、2週間と日々は過ぎていく。制作もそろそろ佳境に入る頃、ひなが絵を前に筆の絵を唇に当てて、気だるさのある表情を浮かべていた。普段と違う物静かな様子は、あやが同じようにしていることもあって、やっぱり似てるなと思う。そしてひなを眺めていたのに気づかれて、お互いの目があった。どうしたんですか、レン君。そんな真剣な顔で私の横顔を見てて、もしかして可愛すぎて惚れた？ひなは可愛いと思ってるけど、惚れたわけじゃないです。本当？そんなこと言って、なんか視線がエッチだったんですけど。わざとらしすぎるけれど、その態度に軽くイラッとする。そりゃあ彼女と同じ顔がアンニュイになってたら気にもなるだろう。物憂げな女の子ってどうしてあんなに色気を感じさせるのかしらね。なんででしょうね。表情がエロいからじゃないですか。身も蓋もない。うん、レン君もそう思う？そういうのはわかるけど、別にエロい目でヒナを見てたわけじゃない。そっかそっか。それはそれとして、最近アヤとイチャイチャしてないみたいですけど、その辺はどうなんですか？どうもこうもないです。あとイチャイチャはしてます。膝枕したり、耳掃除してもらったり、あとマッサージしてもらったり、髪をとい、すかしたり溶かしたりか。健全な愛情、それもいいと思います。でもそうやって蓄積された状態からの求め合う愛もいいと思います。この口と知識だけの人はほっといていいから。真面目にうなずく菅野先輩と、最近ますます遠慮がなくなった安先輩。ふむ、つまり私がアヤに勝ったら、レン君は溜まってるから落としやすい？やめてあげなさい。少なくともそういうのを勝つまで胸に秘めておいた方がいいわよ。すみません、ちょっとはしたなかったです。それもあるけれど、あやめさんとのやりとりであって、池永君を困らせたいわけではないでしょ。そもそも後輩は商品になるのを認めてないだろう。それに関しては私が好きで勝手にやることだから、別に蓮君の意思は関係ないですから。キリッとした表情でろくでもないことを言う姉。それになんだかんだ言って蓮君私のことも好きですしね。普通なら浮気症で気の多い男なんて最低だなって思うんだけど、後輩が双子両方に気があるのはギリギリセーフに見える不思議。でも積極的に二股かけたり浮気したり、両方くださいとか大真面目に言ったりする気はないんでしょ？ないです。ひなが嫌いってわけじゃないけど、あやが勝って元の鞘に収まってほしい。それはどうかな。今回私かなり調子いいし。確かにひなの描いている絵は俺の目から見ても普段よりも出来がよく見えた。普段俺とあやの面倒見てるから、それがなくて集中できてるのかもな。それは別にそんなに変わらないと思うんだけど、久々にあやと真面目に勝負できるのはやる気出るよね。戦闘民族の思考か。つまりいつも通りのひなか。絵に関しては上昇志向と自分を高めることが好きな修行大好きタイプというか。そういえば、例えば池永くんの点数が良かったりしても、二人の勝負ごとには関係ないのかしら。ああ、今回俺は出しませんよ。そういえば菅野先輩にはタイミングがなくて話してなかった。あ、そうなんだね。別で出したいコンクールがあったんで、その準備してます。そっちは今まで何度も出してたんで、今年もって感じで。俺の好きな風景画のコンクールがあって、そっちに出しますと学校にも伝えてあった。スケジュール的にも両方は無理だし、その間にやりたいこともある。とか言ってメイドさんのいるお店でバイト始めるくせに、レン君のエッチ巨乳メイド好きめ。やっぱりバイトは始めるんやね。本人がいる前でそういう誤解を招くことを言うのやめて。アン先輩目当てみたいに聞こえるじゃねえか。うちだけじゃなくて魔女さんもそれなりに大きいしな。うん。あら、そうだったの池永くん。
誤解だって言ってるでしょ。そもそもバイトに誘われたのもアン先輩の穴埋め要因ですよ。先輩が作品制作で忙しくなるとシフトに穴が開くなんて話を聞いてて、ちょうど CC 作業ができるパソコンのために俺もお金が欲しかった。そんなタイミングのいい話だったってだけのことだ。そういえば白江くんがその辺詳しいから一緒に買いに行くとか言ってたっけ。うちも PC 関係はそれなりに知ってるから、何かあったら相談乗るぞ。その時は頼みます。どうした、ひな。俺の方をひなが何か思うところのあるような顔で見ていた。レン君、あやのことをそんな心配してないというか、結構自分のやりたいことやってるなって思って。俺が心配しすぎてたら綾の方が気にするだろうしな。それなら可愛い妹との時間が減って寂しい義理のお姉ちゃんの心配してもいいんだよ。あ、大丈夫、ひなは強い子だから。俺たちのお姉ちゃんだから。ひなが頬を膨らませる。というのは冗談としても、コンクールの作品できたら綾とデートでも行ってこい。やだ、弟も一緒がいい。はいはいと、ひなを軽く流す。けれど、池永くん、もっと三枝さんたちのことを心配すると思っていたけれど。俺は、綾のことも、ひなのことも信じてますから。そばにいなくても大丈夫。そう信じるのは案外当たり前にできた。終わった。お疲れ様。ひなに先駆けて綾が作品を仕上げて先生に預けてきた。もう少し期限はあるものの、綾ができたというのならそこで完成だ。時間をかければいいというものでもない。ひなはまだ作業部屋で描いてるんだよな。あ、そっか。レン君は綾？綾の様子がおかしい。眠そうな顔をしてふらりと体勢を崩す。おい、アヤ。倒れそうになったのを支えるとアヤがうなる。はあ、終わったと思ったら気が抜けたのかな。笑ってる場合じゃないだろ。抱えた体に熱を感じる。ああ、もうしょうがないな。体に力の入らないアヤを背負う。うん、お姫様どこがいいな。落としそうだから怖い。そのまま俺は綾をひとまず保健室に運んだ。